どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は JFK 空港にいて、これからね ANA に乗って、日本に帰るわけなんですけども、本日はね ANA の指定ラウンジ、ブリティッシュエアウェイズの、ギャラリーラウンジ、こちらをね紹介したいと思います。いつだったの、今年だったと思うんですけども、改装されてね綺麗になったということなんで、今回ね紹介していきたいと思います。それでは行きます。それではね、ラウンジ入ってきました。会議室ね、いただいちゃいましたね。ラウンジのね、入り口で ANA の、ね、方に言うと、カップラーメンいただけますんで、カップラーメンが食べたくなっちゃった方はね、いただいてみてはいかがでしょうか。まあ、お湯はね、コーヒーマシンから多分もらう感じになると思うんですけども、よかったら試してみてください。それでは、お湯を入れて、今待ち時間でございます。一緒にオレンジジュースいただいてます。いや、すんごい綺麗になりましたね。短時間だけねさらっと見たぐらいで前回来たんですけども、すんごい広くなって、広くなったのかな、いやただ単に綺麗になっただけかもしれないですけども、すごい広くていいですね。アラスカラウンジの動画が出てるかわからないですけども、アラスカラウンジにあった、パンケーキマシン、こっちにもありましたねアラスカラウンジ限定かと思ったら、このギャラリーラウンジにもありましたね。でここはですね、まあアルコールシャワー、 Wi-Fi、 まあ基本的に全部揃ってるんですけれども、ここはねセルフサービスで食事からアルコール、まあ、全部まあ好きな時に好きなだけみたいな感じで、あとね生ビールなんかも飲めますんでいいですよね、うん、やはり注文系のラウンジも別に悪くはないんですけどね、ちょっと気使いますよね店員さんに。そういうのは全くないですね、うん、アルコールも全部セルフサービスって素晴らしいですね。それでは赤いキツネいただきます。ちょっとね今回ニューヨークの滞在が長かったんで日本食が恋しくなりますね、やっぱり。まあニューヨークで食べればいい話なんですけどね、一風堂のラーメン全部入り26ドルですからね入れたらいくらなんですかね、30ドル超えるんじゃないですか。確かその頃26ドルとかそんなもんだった気がするんですよね。一回見てあっと思いましたけどやめましたもん、ね、いただきます。揚げもうまいですね。アメリカに来た日本の方はラーメンと、餃子とビール 2,3 杯飲んで1万超えたって言ってましたからね日本まで我慢しようかなと思ったんですけど結局食うっていう。残念ながらねこのラウンジからね飛行機は見えないんですよね。窓がね全部塞がれてる感じなのかな、すりガラスみたいになってるんですかね、うん、真横にねアラスカラウンジがあるんで、まあアラスカラウンジで見れないみたいな感じだと思うんですけど、ほとんど見えそうもないですね。それではね搭乗まであと何分かな、あと1時間半ぐらいあると思いますんで、まあ、ちょっとね今回の利用ではシャワー使わないんですけども、前回来た時に使ったかもしれないんで、もしその映像があればぜひ、そちらも、ね、あのお見せできればなと思います。なかったらごめんなさい。それではねシャワールーム来ました。空いてるとこ使ってみたいな感じだったんでちょっとびっくりしたんですけど、受付の方がたまたま不在だったのかもしれないですね。中はこんな感じとなってます。まあもちろんお手洗いと一緒にマスターでティッシュだけ置いてあるっていう感じですね。アメニティはこんな感じです。まあ簡素な、ちょっとこのバージョンは私見たことないんですけど、
こんな感じとなっています。これからね、14時間半のフライトなんで軽く浴びたいと思います。それではサクッと食べて搭乗までね、ゆっくりしたいと思います。すごい広くていいですね、ここ。あ、で、あとあれだ、こうね、手荷物を預けれるロッカーがあるんですよね。いいですよね、一人の人は身軽になって。バーテンの方に言うとキーがもらえますんで、バーカウンターの映像ももう出てるか後で出しとくかときますので、そこの係員の方に言うと鍵が貸してもらえますんで、かなり動きやすくなっていいですよね。それではゆっくりして出たいと思います。一つね、言い忘れました。前回夕方の便で AFK からね東京に戻った時は結構しっかりした食事があったんですよね。で、今日の、食事メニューを見てると、かなりね、まあ、本当に軽食っていう感じなんで、もしかしたらですけども時間帯によってね、食事のサービスの内容もかなり変わるのかもしれないですね。今現時点で本当にフルーツ卵みたいな、まあ、簡単なものばっかりなんですけども、前見た時はね普通に結構しっかりした食事あったんで、時間帯によってね変わっていくのかもしれないですね。それではね、ラウンジ出ました。今回はね、ブリティッシュエアウェイズのギャラリーラウンジ紹介させていただきましたけども、ここもね、食事、アルコール、Wi-Fi、シャワーですね、全て揃っております。で、かなりね、先ほども言いましたけども、綺麗で広い、ラウンジになっておりますので、おすすめとなっております。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。